今日はレゴ互換品ハンバー装甲車を作ります。なんだか一気に軽量戦闘車両になったな。実は、わかってるわかってる、重量車両で予算を使ったからだろう。それもあるんだけど、やっぱりこういったパーツ数が少ないブロックってすぐに出来上がるから、心を癒してくれるのよね。パーツ数の多いものは心を癒してくれないのか。組み立て中はあれだけど、完成した時に癒しをくれるわ。小さいものにも大きいものにもそれぞれ良さがあるってことか。まあ、そんな感じね。で、今回のハンバー装甲車、第二次世界大戦中に生産されたイギリスの装甲車よ。いかにもトラクターに鉄板つけてみました。って風貌だよな。そうね、それだけに生産性は高いんじゃないかしら。もちろん重防御じゃないから、後方勤務になるわね。現代だと歩兵戦闘車とかみたいに、戦車を装甲車にしたような感じの種類もあるわね。現代はハンバーみたいなのは少数派なのだろうか。わかんないけど、第二次世界大戦みたいに大量消費の対戦がないから、高性能なものが多数派のような気がするわね。確かに太平洋戦争とか、何十年も作り試してきた軍艦を、数年で使い果たしたからな。いずれにしろ総力戦は起きてほしくないし、戦争は早く終わってほしいわ。戦闘車両のおもちゃ作ってて、何言ってんだって思われるかもしれんが、エンタメってのは基本的に非現実だからこそ楽しめるからな。ロシアの最新鋭戦車 T-14 とか、中国の大陸間弾道弾ミサイルを積んだトレーラーのブロックもあるけど、ゾッとするから作れないっておっさんは言っていたわ。非現実というほど遠くにあるものでもないからな。今回は早めにできたな。ふふ、今日はこの装甲車以外にバイクがついてます。おお、いいな小物。ちょっと得した気分になるよな。そして今日は欠品なしの不良パーツなしよ。よかったよかった。正直小さすぎて欠品パーツがあった場合フォローできないから安心しました。不良パーツや欠品パーツに怯えながら組み立てる、こういったスリルは本家レゴでは味わえないな。本家だと安心できるからね。ああ、子供へのプレゼントにすることだって可能だぜ。前にも言ってたんだけど、これらの中国メーカーの偽レゴは基本的に箱には入ってないし、パーツの欠品は当たり前だから、プレゼントにはおすすめできないです。でも今回みたいにパーツが全部揃うこともあるぜ。本家レゴ買えよ。って意見もいただくんだけど、本家は戦車はないからな。と悲しんでる間に完成。緑のあいつは遠くにいるからまだ大丈夫。急がば回れよ。いや急げよ。ハンバー装甲車完成です。組み立て時間は15分。簡単かつ、完成が戦車っぽいところもあるので、初めてのブロック組み立てとしておすすめできます。小さな部品にフォローを入れれば、小学生以下でもいけそうです。ご覧の通り、完成すると小ぶりな作りなので、フィグは上にはめ込むのみ、中に乗ることはできません。戦車ほどいかつい作りでもないので、レゴの街並みに警備車両として混ぜても、違和感ないかもしれません。以上、ハンバー装甲車でした。ご視聴ありがとうございました。